聖母秘書展は、イタリアの画家ティツアーノ・ベチェッリオによる絵画である。同名の作品が2点確認されている。ベネツィアのサンタマリア・グロリオザ・デイ・フラーリ聖堂に収蔵されている作品。本校では、この作品について扱う。ドゥブロブニクのドゥブロブニク大聖堂に収蔵されている作品。聖母秘書展は、サンタマリア・グロリオザ・デイ・フラーリ聖堂のために、 キツヤーノによって描かれた祭壇画である。ペイザロケの祭壇画1516年に制作が開始され、1518年に完成し、同年5月19日に聖堂内に設置された。キツヤーノは本作によって名声をカッたるものにし、ジョバンニベッリーニが亡くなった後にセンサリーヤと呼ばれる公式画家に就任する。本作が成功したことをきっかけに、 キプロス島の司教、ヤコポ・ペイザロによって注文されたのが、ペイザロの祭壇画であり、これは、同聖堂の左側廊に置かれている。本作は、キリスト教の教義、聖母秘書典を表現している。画面の上部が半円状になっており、聖母、マリアの頭部がちょうど円の中心に来るように描かれている。画面の中央には、たくさんの天使たちに囲まれながら、 小金色に輝いている天空に向かって赤色の衣を身につけ青色のマントを羽織ったマリアが登っていく様子が描かれている。画面の上部には威厳を持ちながらも穏やかな佇まいを見せている父なる神が描かれている。その左右には神にマリアの霊を示す大天使ミカエルと王冠をマリアの頭にかぶせようとしている小さい天使が描かれている。画面の下部には 信じられないことが起きているために、驚いたり動揺したりしながらも、マリアの様子を見守っている人たちが描かれている。画面の最下部、赤い服を身にまとい、両手を高く上げている人物の左足の付近に、ティツヤーノのサイン、ティシャンブスが入れられている。ありがとうございます。